大量援護をもらった高橋宏斗、ぶっ壊れるわらわら。今シーズン初めて先に援護をもらった高橋宏斗。宏斗大量援護を。3戦リードで勝てなかったらヘボや。高橋まさかの勝利チャンス。連続四球でノーアウト1、2塁のピンチを迎えるも、156キロのストレートゴリ押しでゲッツー。さらに球威を上げて全力のストレートでピンチを脱する。今日のヒロトエグすぎる。気合の入り方が違う。始まったか、高橋のギアチェンジが。ヒロト、点をやらなきゃ勝てる。勝てるんだ。こんな化け物投手セリーグはどうやって打ってるんや。打ってないぞ、でも勝ってる。いつもは1点取れば勝てるからな。その後4番細川と5番ビシエドのホームランで打線爆発。高橋宏斗への援護点、前回まで9試合6点強、1試合6点。さすがに笑うわ。1試合で並ぶんかよくさ。あかん、宏斗がバグってまう。高橋宏斗援護もらって全開で草、今日完封あるぞこれ。